第1回ホームラン打ちやすいのは誰だ選手権。この動画を見に来てくれてありがとうございます。ライキです。今回はね、スターロードを用いて結局誰が一番ホームラン打ちやすいのかランキングつけちゃいたいと思います。もうルールは至ってシンプルです。もう打席に対してホームランを打った人が優勝、それだけ。まあね、ちょっと自走され下手くそっていう可能性もゼロではないんで、一応安打数に対してのホームラン数もちょっとだけ考慮しますね。はい。まあ勘のいい方ならわかるかもしれませんが、最近結構高頻度でホームラン数が上がってたと思うんですよ。それは主にスターロードの記録をね、集めたものなんでね、もしかしたら、え、あの選手めっちゃホームラン多くないとか、いや、その選手思ってる打ってないなってあるかもしれないんですけど、まあそこら辺もね、楽しみにしていただけたらと思います。それじゃ、やっていこう。それでは今回ね、エントリーする選手の紹介です。まあとりあえずね、このオーダーを見ていただければわかるんですけども、この中で浅村選手、菊池選手、坂本選手以外は全部取りました。ちなみに広角アーティストを自分が持ってる中で全員やったんですけど、あとちょっと人数足りなくて、ツイッターでねちょっとアンケートを取ったところ、吉田選手、田淵選手、おかわりくんね、その3人がめちゃくちゃね、広角ないけど打ちやすいよっていう返答が多かったので、その3人をプラスしてやっています。それでは早速ね、ランキング発表していきたいと思います。まあだらだら発表しても面白くないんでね、もう10位から1位まで一気にバンっていっちゃいたいと思います。それじゃあレッツゴー。10位、ソト選手、 3.5 打席に1本。9位、中村拓也選手、 3.1 打席に1本。8位、落合選手、約 2.9 打席に1本。7位、王選手、ホームラン率は落合選手と同じですが、安打に対するホームランが多いので7位にしました。6位、吉田選手、 2.5 打席に1本。5位、筒香選手、約 2.4 打席に1本。4位、中村則博選手、約 2.1 打席に1本。3位、柳田選手、約 2.05 打席に1本。2位、中島選手、2打席に1本。そして1位は田淵選手、 1.8 打席に1本。というわけでね、1位は田淵選手になりました。自分としてはね、結構意外だったですね。まあ今回はね、ほぼ全ての球をジャストミートするためにスターロードで投球を取ったんですが、まあスターロードって正直相手がコンピューターなんで甘い球しか来ないですね。まあそれがちょっと今回ね、影響したかもしれないですけど、まあ田淵選手、キャッチャーの中でも最強枠だと思うんでね、ぜひ持ってる方は使ってみてください。まあというわけでね、第1回ホームラン誰が一番打てるのか選手権、第1位は田淵選手でした。それじゃあまた次の動画で会いましょう。グッバイ。